エリッヒホーネッカーと共に越平するシュテヒヒバルト、ホルストシュテヒヒバルトは、旧ドイツ民主共和国の軍人。1972年から1989年まで、副国防省を呼び、国家人民軍地上軍総司令官を務めた。1925年4月13日、ホルストシュテヒヒバルトは、チェヘルンに、農民の子として生まれ、 1939年から1943年までは、自身も、農民として働いていた。1943年、国家労働法師団に入団するとともに、国家社会主義ドイツ労働者党へ入党を果たす。また1943年からは、陸軍第三装甲師団に、総甲的団兵として従軍士軍曹となるも、1945年には、 赤軍の捕虜となる。1948年に解放された後、シュテヒバルトは戦前と同様に農民として過ごした。1949年、在独ソ連軍政府は、占領地の治安維持を担うドイツ人民警察に対し、軍事部門とある、機動警察の設置を命じた。人民警察の各地方支部では、旧ドイツ国防軍将兵から、 隊員の募集を行い、1949年3月1日には、シュテヒバルトも入隊を果たす。この際、集団指導者に選出されたことを皮切りに、シュテヒバルトは、高級将校への道を歩み始める。1954年から1955年にかけて、彼は、士官学校に、士官候補生として在籍し、その後は、ポツダムに駐屯する。 第一自動車滑走劇兵師団にて副士団長を呼び、師団長を務めた。1959年から1961年にかけて、ソビエト連邦のソ連軍参道本部大学校に在籍し、卒業までに少々へ昇進した。1964年から1967年には、第五軍管区長を務め、1970年11月2日には、 中条への昇進を果たす。1972年、新設された地上軍司令部にて、地上軍司令官に任命され、また1989年まで国防副大臣と兼任する。国家人民軍県軍20周年記念にあたる1976年3月1日、彼は大将に昇進するとともに、ドイツ社会主義統一党中央委員に任ぜられた。ただし、 シュテヒヒバルト自身は政治的指導者としてよりは一回の軍人として振る舞うことを好んでいたという。建国記念日にあたる10月7日に東ベルリンのカール・マルクス大通りで毎年行われる軍事パレードを指揮していたが、1989年の40周年が最後となり、1989年12月31日をもって空軍、 防空軍総司令官及び国防次官のボルフガン・グライムホルトや政治総局長、ホルスト・ブリュンラーと共に退役した。ドイツ再統一後に、東ドイツ時代のベルリンの壁をめぐる責任を問われ、ベルリン地裁に起訴されたが、証拠不十分で審理停止となった。2006年、カイコロクソルダイムーステン、エリン・ネルンゲン・ウント・アーリブニサー F F ・オス・ FNF、 ジェホを出版する。2016年6月8日、ブランデンブルク州、シュビーローコ近くの自宅にて死去した。ありがとうございます。